おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は初心者でも劇的にピアノが上手になる方法3つ紹介しまーす。フォルテ、実は昔はとても下手くそだったんですね。はい、というわけでね、僕実は幼少期全然コンクールとかでも賞に入らず、結構悔しい思いをしてきました。で、まあやはりいろんな理由があったんですね。で、まあ考えた時にこの理由を改善したことによって賞につながることも結構増えてきたのも事実です。その中で、まあピアノ習い始めた方とか、ピアノ復活された方とか、まあね、まあもっともっと上手になりたい方に向けて、ちょっとこの今まで僕が苦しんでたことをどのように改善して上手になったかっていうのをまとめれば、もしかしたら皆様のピアノ上達に役立つんじゃないかなと思い、この動画を回させてもらってます。で、この3つ以外にももっともっと、上手になるためにはたくさんの理由が必要なんですけども、まあ今回取り上げるこの3つっていうのはあくまで一部として思っとってください。というわけで、ちょっとね、3つまとめてきたので、ちょっとね、伝えていきたいなと思うんですけども、1つ目、正しい知識の持った先生に教わることができるかどうか。そして2つ目、自分の演奏をフィードバック、そう、復習ですね、できるかどうか。今回取り上げたい3つ目がやっぱバランスに関してなんですね。では、この3つを少しずつ深掘りしていきたいなと思うんですけども、まず1つ目、まあ正しい知識を持った先生につけるかどうかっていうことなんですけども、まあ初心者の方で、やっぱりありやすい例としては、まずは独学でしてみようっていうね、なりやすいと思うんですね。そしてピアノ再開された方とかでも、なかなかピアノのレッスンに行く時間がないっていうことで、じゃあ独学で復活しようかっていうことになると思うんですけども、まあ可能であれば、正しい知識を持った先生につけるのであれば、絶対についた方がいいと思います。その理由として、やはり1時間毎日練習できるとしますね。で、週に7日間あるので、1週間で7時間練習できます。だけど、その7時間費やす時間が、もしかしたら独学のことによって、もちろんいいこともあるんですよ、独学。でも独学をした自分の意見、自分の意識の、ま、勝手なものによって練習を進めたことによって、その7時間、1ヶ月で見たときに約30時間ですね。その30時間が間違った方向に進む可能性があるとね。では、この間違った方向に進んだ時に、1年間で換算した時には、もう360時間、失ってしまうんです。この360時間、正しい方向に進めば、もうこんだけ成長しとったのに、独学だったら、ここまでしか360時間、60時間、1年間で進んでないっていう可能性が十分あり得ます。というわけで、まあ僕の中でやっぱ思ったこととしては、まあ、正しい知識を持った先生、または正しい知識、正しい理由、根拠によって、まあ、練習を進めてほしいなと思うんです。闇雲にこういうの、こんな感じでのが、こう、独学でやるのもいいんですけども、僕、今まで独学でやったこともあるし、まあ、小さい時に、まあ、習ってました。ずっと。ずっと、その、間違えた方向に進まないために、まあ先生にからね、常に1週間に1度ぐらいアドバイスをもらってたんですが、やっぱりもちろん独学は、それはそれで、ものすごい良い面はあるんですけども、リスクが大きくなるっていう、弱点があるかなと、改めて考えた時に思ったんです。だからこそ今回はその1つ目に、正しい知識のもと、まあ、練習の目標に進んでいくっていうのが、一番いいんじゃないかなと思って1つ目に、持ってこさせてもらいました。というわけで、2つ目。この2つ目は、
自分の演奏を復習できるか。これね、僕過去に何回も話したんですけども、やっぱり、なかなか復習って嫌なんですよね。まあ、なんでかっていうと、みんな気づいてると思うんです。自分の演奏がどの程度のレベルなのか。そのレベルに気づいてはいるけど、それをちちくって、ほじくって、それを聞くのは嫌。そんなあなた、僕と同じ。そうなんですね。僕も実は、昔はその自分の音を聞くのがめちゃくちゃ嫌いでした。だけど、先生から一度、お叱りを受けました。君は、自分で音を聞くのが嫌なのに、僕にそんな演奏を聞かさないでくれと。それはごもっともですよね。先生のレッスン中に弾く音は自分では聞き返したくない音なのに、先生にはその音を聞かす。これはどういうことだって言われた時に僕はグーの音は出ませんでした。というわけで、これすっごい重要点なんですね。初心者の方、上級者の方、プロの方、もう誰でも、やっぱ自分の演奏を振り返るのが嫌だっていう方いると思うんですけども、まあ最近の僕も、3、4年前か。音は聞くようになったんですけども、やっぱ嫌なもんは嫌なんですね。もう聞きたくないと思って封印するもんももちろんあるんですけど、それをちゃんと復習した時には、すごいその自分の弱点を見直すことができるんです。だからこそ皆さんに、僕は嫌だけど皆さんには上達するためにやってほしいっていうことで、僕は嫌です。嫌だけど、やってくれたら上達するよっていうことで、まあ二つ目にこれを持ってこさせてもらいました。で、まあ単に、あのね、やっぱね、何が違うかとか、何がダメなのかとか、やっぱわからない方とかもいるんですね。もちろん、高校生の時の僕はそうでした。でもその時にやってた一つの練習法があったんですね。その練習法が、自分の録音した演奏と、あのね、もうすごいコンクールとかで賞を取ってる人の同じ曲の演奏を聴き比べた時に、さすがに分かるようになってきました。それを何回も何回も、なんか電車のね、通学中にずっと聴いたりとかしてたら、なんか、あ、こういうところが違うんだね、みたいな感じで、聴けば聴くほど同じ曲とかを、聴けば聴くほど分かるようになってきたので、もうこればかりはもう慣れです。いろんな人の演奏、自分の練習してる曲の他の人の演奏、名前の有名なピアニストだったり、他の方のもっともっといろんな人の演奏を聞き比べてみてください。それで自分の音を聞き直して、復習、まあフィードバックっていう形で、きちんと紙とかに書くと、すごい劇的に上手になります。これはもう、あの、僕がそういう練習法をして、劇的に上手になったことがあったので、これはもうね、確実です。そしてね、他の、まあ、有名なコンクールとかで賞を取った方とか、やっぱプロのピアニストとか、まあ、いろんな方に話を聞くと、やっぱり、どんどん上手になってる方っていうのは、そういうことをしてます。まあ、してますって言っても、全く同じ方法ではないと思うんですね。例えば、まあ、とある先生の方だったら、あの、自分の演奏した、あの、音を、ずーっと流してるって言ってたんですよ。お風呂に入る時もずーっと流してる。わざわざ紙に書かんでもいいけど、ずーっと練習音を流してるだけで、あの、頭に入るからずーっと流してるって言ってます。どこに行く時も車の運転中とかでもずーっと流してる。そうです。まあこれはね、人によってフィードバックの方法が違うから、まあ自分に合った方法をやってみてくださいということです。そして最後に、三つ目ですね。これバランス。何がどう大事かっていうと、例えば譜読みもできて、弾けるっていうことになったとします。だけど、バランスっていうのは、結構、聴いてる人、自分の弾いてる人に、ダイレクトに音が分かりやすいです。弾けてないっていう部分よりも、バランスが悪かったら、あれ、なんかおかしいぜってなりやすいので、ちょっとこれね、音でやってみたいと思います。バランスが悪かったら、例えば、ショパンの有名な曲とかでも、強烈よね。
これやばいよねっていうことで、皆様に実践してほしいのは、バランスってどのバランスが一番綺麗なのかを聞き分けてください。今聞いたこの音と、何が違うか聞いただけで明確だと思います。だけど自分の演奏もしかしたらこのパターンになってる可能性があります。僕はなってました。中学生小学生の時にはこのような感じで、左手が劇的に重たい、そして左手が爆発してる、またはメロディーの音が全然聞こえない、これはメロディーの音が聞こえないとかね、すべてバランスが、まあ、原因であることが多いんですね。僕はこれ断定してないです。多いって言っただけですね。だから皆さんに気をつけてほしいのは、メロディーがなくなるっていうことは、まあもちろんメロディーの出してる音が小さいっていう可能性もあるんだけど、それ以外の音が大きすぎる、それバランスの問題だよね。メロディーの音が小さい、これも実はバランスの問題なんですね。というわけで、このバランスにちょっとね、重きを置いて練習をしてもらえたらなと思います。で、この練習法なんですけども、やっぱりゆっくり練習、そして2個目で言ったフィードバック、これすごいつながります。で、まあフィードバックって実はできる人ならやらなくてもいいんですね。というのも、ゆっくり練習しながら、全然録音とかしなくても自分の音を常に聞いてるから、まあずっと集中して、これがダメあれがダメで常にずっと神経を使って聞きながらやってるから、わざわざ録音して振り返らなくてもできるっていう人がいます。そういう人は素晴らしい。僕はできない僕はできない。というわけで、まあそういう方もいらっしゃるので、まあこのバランスっていうことに、まあ三つ目を持ってこさせてもらいました。もちろん他にもたくさん劇的に上手になるためにはものすごく理由あります。リズム、そして、弾けてないとか、テクニックとか、圧倒的に音階が弾けないとか、まあ全てつながってきます。指の独立とか、まあそういうのももちろんあるんですけども、今回取り上げた3つっていうのはあくまで、僕が変わるためにやった練習法を振り返った時に出てきた3つですので、まあもう5つってなったらもっともっと出せますよ。そしたら10個って言ったらもっともっと出せる、7個って言ったらもっともっと出せるけど、今回は3つに、まあ、取り上げさせてもらったので、これが好評でしたらまたね、公開していきたいなと思います。というわけで、皆さん今ね、お家にいる期間増えてるよね。そう、どういうことかと言いますと、この練習法をお家でたくさんしてみてくださいというわけで、僕じゃないです、皆さんが練習頑張ってくださいねというわけで、この動画を撮らさせてもらいました。この3つぜひとも取り上げてみて、参考にしてもらえたらなと思います。というわけでね、ピアノ好きな方たち一緒に頑張っていきましょうというわけで、バイバイ。グッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。おいマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。